般紹介の時間です。司会は私、座右の銘は置かれた場所で咲きなさい、安藤です。今回は7月に出されました新生出版社の賢者の言葉を紹介いたします。早速この本を担当した高作にお話を聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずこの本はどんな経緯でどんな人に向けて出された本ですか？はい、小学校の高学年以上の、子どもたちに対象に作った本です。で、古代の哲学者とかいろんな科学者の人、賢者と言われている人たちがいっぱい出てきまして、その人たちがなんで勉強しなきゃいけないのとか、友達と喧嘩してたらどうしようとか、なんで頑張らなきゃいけないのみたいな問題に対して、答えをくれているという本です。ちょっと面白いのはソクラテスさんという人がいるんですけど、ソクラテス子さんっていう漫画にしてみたり、そこから、ちょっと難しい言葉が入ってたり、でもちゃんとそれを紹介しているというところが面白いと思います。なるほど。ではですね、次に一番おすすめの言葉を教えてください。はい、私は何と言ってもデカルトの難問は分割せよっていうところなんですけど、はい、宿題がたくさんある、やんなきゃいけない仕事がたくさんあるっていう時はいつもあると思うんですけど、長い目で見るとうんと大変だけど、それをちっちゃいゴールを見つけていくつも分割してやっていくといつかは終わるとデカルトさんも言っているんですが、それが一番おすすめです。ありがとうございます。私もこの本読みましたが、高校時代に勉強した言葉とかが結構分かりやすく書かれていて、高校時代に出会いたかったなと思いました。はい、こちらの新生出版社に出されました賢者の言葉は全国書店 Amazon にてお買い求めになれます。ぜひ買って読んでみてください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。